潮流を呼び起こす。潮流を呼び起こすのが私の使命なんだ。こんちゃん、今日は Twitter の DM にてまた紹介された構築をね、紹介するんやけども、今まで紹介したドラゴン構築の中で、多分一番廃課金構築かなと思います。もうデッキの構築を見た瞬間に目ん玉のね、汁が飛び散る人がいると思うんやけど、カチュア4枚、バゲルハゲガイザー4枚、ボルメテスホワイトドラゴン4枚、バジラ4枚と、この新しく追加された SR 含め、もう SR のカードがこれを見るだけで獅子16枚入っていると。これはね、正直無課金では 100% 作れないだろうし、課金している人でもほとんどこのデッキにほとんど分解を当てて作らないと、厳しいかなっていうデッキなんやけども、やっぱそれだけの強さを持っているんよね。強力なドラゴンカードをコッコルピアとかで下げながら圧倒的なる力でねじ伏せていく。それこそがこのデッキのね、醍醐味であると。で、トッドピッチが入ってるので、バゲルハゲガイザーから出たクリーチャーを、スピードアタッカーを持たせて殴っていくみたいな。あとはカチアで出たクリーチャー、カチアスピードアタッカー持つか関係ないのか。そういった動きをすることができるっていうのが、すごい強いかなと思います。で、もういきなりもうデッキ紹介していくんやけども、フェアリーライファーが4枚採用。ホッコルピアが4枚で、トッドピッチが2枚採用。竜の呼び声が4枚採用、メガネザウルス、モンスターのび太が4枚採用、カチャが4枚採用で、バゲルハゲガイザーが4枚採用、ジオブリードが2枚で、ナチュラルトラップが2枚、バルキリードラゴンが2枚で、私の名前を呼んだか、決着をつけよう。これが4枚採用。そして、潮流を呼び起こすが、4枚採用と。本当に廃課金中の廃課金構築なんで、その強さというものをね、実感すると、これだけ課金すれば、これだけ面白い動きをすることができる。課金、それだけのこのデッキの構築できれば、それだけ面白い構築できるっていうのがね、その参考になる指標になると思うんですよね。で、まずこの動画はまず皆さんには最後まで見てもらって、このデッキを最終的な目標にするのが、多分デュエマプレイスの第2弾においての終着駅になると思うんですよね。要は、その山手線みたいにぐるぐる回るんじゃないんですよ。その大阪駅の環状線みたいに、同じとこをぐるぐる回るんじゃなくて、世界の極地を見るんだよ。だから沖縄からもう北海道行くみたいなね。そういう意気込みのデッキなんで、もう終着駅なんですよね。わかるかな？で、今回このデッキをね、使っていくんやけども、このデッキを作ろうって思った方とかね、このデッキをね、面白いなと思った方はですね、チャンネル登録と、高評価ね、よろしくお願いします。さあ、決着の時は来た。今日は今まで紹介した中で一番廃課金のバジラ構築が、Twitter の DM にて紹介されていたので、めちゃくちゃ廃課金構築やと思います。で、とりあえずコッコルピアを出すことをね、まず考えていきたいんやけど、SR が多分10何枚、もう SR の枚数がちょっと計り知れないぐらい確か入ってたと思うんやけども、とりあえずコッコルピア引けるかどうかやで。まずは1枚目。さあ、潮流バジラがマナに置くが、バジラ4枚入ってるから痛くも痒くもない。そしてそんな人手みたいなね、髪型してるやつに私は負けないからね、このアボガドヘアがよ。世界の果てまで行きます。行きましたよ。バジラか。とりあえず、ボルメテウスは1枚生贄にするか。私の名前を呼んだか、決着をつけよう。コッコルピアが3ために出せるのは確か理想論ではあるけども、先を目指すべ。オラが一番だべ。バイラステンペストのデッキ感面白いね。だが殴りはしないその世界に意味などない。バジラ、でもバゲルハゲガイザー出したいよな、次のターンに。ちょっとバジラの卓を考えるよりはボルメテウスの卓の方が強そうやね。相手がそんな悠長なことして勝てるという2文字が成立するのは、甘えた考え方であることを教えてあげるよ。次のターンにボルメテウスを特殊召喚して地獄の終焉を見せてあげるからな。さあ、5ターン目。先を目指すべ。オラが一番だべ。ボルシャックか。もうボルシャックドラゴンみたいな。ドラゴンクリーチャーがいないデッキにコッコルピアなんて刺さるはずがなかろう。バルキリードラゴンもでもな、正直強いよね、めちゃくちゃ。バゲルハゲガイザーいく？バゲルハゲガイザー。ここはね、じゃあバゲルハゲガイザー行きたいな、自分やったら。もしくはまあでもバルキリー捨てるのはちょっとね、理想論ではないよな、正直。難しいな。こういうところがね、やっぱね、難しいよね。ただ、やっぱりバゲルハゲガイザー出したが、でも軍配上がると思うよな。行こうか。現れよ。バゲルハゲガイザー召喚。昇竜を呼び起こす。いいね。さあ、相手がドラゴンクリーチャーを持っているかどうか。まあ、バジラをね、大切にそんな温存したところで、小賢しいだ。これでもうドラゴンの、おー、そんな弱小カードのな、そんな金魚みたいな、金魚の糞みたいなデッキを使いやがってよ。いや、でも見せてあげるよ、じゃあ。見せてあげるよ、世界の終焉の猛火というものをな。現れよ。私の名前を呼んだか、決着をつけよう。決着をつけよう。いいね。そして、バゲルハゲガイザーの効果によって、デッキからボルメテウスを出すからお前ら見とけよ。行くぞ。まずは1枚目。我が力をな私は暴風竜ベルドラだ。マジでボルメテウス来たんだよこれ。あれやばこれな私の名前を呼んだか、決着をつけよう。私は暴風竜ベルドラだ。これはひどいな。7マナどうするつもりだ。ボルシャックドラゴンみたいな無課金税の星みたいなデッキ使うなよ。笑かしてくれるよ。本当に私みたいな超廃課金構築に向かってそんな無課金の0円デッキで勝てるわけないじゃん。甘いんだよ。今になって殴ってきたぞこいつ。甘えた世界線に意味などない。だからな、これなんだかんだピンチだよね。何気にね。ね、シールドトリガー来ないのが小賢しいマジで。おいおいやばいぞこんな。いや負けるこれ、もしかして負けるとか言うなよ。おいおいおい、シールドトリガー来なかったら負けるという2文字成立するぞこれ。大丈夫かこれ。昇竜を呼び起こす。まずい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 、負けるとか言うなよ。おいおい、あでもドットピッチか。いい怖いね。だったらまずこれはこういって、これまずくないこれ。大丈夫かこれ。バルキリードラゴン、トットピッチ、そしそ、これまずいな。ボルシャックだからシールドないもんね。シールドがないということは、私が負けるという2文字が成立する可能性が出てきたな。これまずいな。まさかと思うけど、こんな強い盤面を作っておきながら負けるという2文字が旋回されるというのか。そんなものは許しはしない。なんでかコスト下げできないかな。2コス、3コス出して5コス残っても2コスか。つまり、コッコルピアプラスバルキリードラゴンで、いけるけど、でもそれはね、トットピッチからのクリーチャー突進を持たせたいけど、でも正直、バルキリードラゴン出しても無意味なんよね、正直。でやるならトットピッチでもう即効性を持たせるしか勝ち筋がないじゃないか。それしか世界の終焉の猛火がないというなら私はそれに従うしかない。まさかと思うけど、これ負けるとか言うなよ、これ、ほんまに。カチアを召喚して、ちょ、待って、時間切れする。ちょ、待って、急げ、急げ。見せてあげるね、パーン。ちょ、まずい、負ける、これ負ける。時間切れが一問もないぞ。まず攻撃する。焦らないことが重要なんだ。まずは1枚目、勝負を決める。おいおい、おらおらおら。おら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 。これまずいく。やばい、時間切れになるぞ、これ。焼き尽くす。そして、バゲルハゲガイザーも攻撃する。昇竜を呼び起こす。あ、来い。な目覚めろ。待て待て待て、行くぞこれ。行くやつや。待て、バゲルハゲガイズアシスト持つからこれいけるぞ。いけバゲルいけ。あやばい、やばい、やらかした。やらかしたぞこれ。バゲルハゲガイザーでなんかドラゴン引いて勝ってた可能性があったじゃんこれ。これもうクソゲーということ。運ゲーやね。運ゲー、はい、運ゲー。